あのハサミ、実は、あのハサミを中心とした一定範囲にあれが出てきます。あそこに存在する人物を無差別に殺して、タンスとか自分の巣に詰め込むんですね、死体を。何そういう習性を持った動物だと思ってください。はい。で、なんか調査中に、行方不明者がどんどん昔の人から順に消えてったのは、ハサミの効果で忘れていった。殺された人が、あの化け物に殺されると、いろんな人から忘れられます。はリムブロされるわけですね。リムブロ。じゃあ、生きてたんですか？だから私、そうそうそう。最初は生きてたけど、多分ここで殺されました。村で。あのハサミの近く。私たちが調査中に死んでたんですね。結果的に、死んだんじゃなくて、多分ちょっとすごい、ずいぶん前から殺されて、今ようやくで、家族が忘れちゃったってことです。あ、そういうことですか。家族、その、はい、家族が行方不明を探さなくていいよ。誰だこいつって感じになっちゃったってことですね。なるほど。で、いろんな人から忘れられるので、ずいぶん昔の人から順番にいろんな人に忘れられます。なんで、あの村に飾ってあった写真、全部顔がありませんでしたね。はい、はい、なかった、なかった。みんなさ、その顔を認識できなくなってるってこと。なんで、森谷さんが殺されてしまう、あいつにやられた場合は、まず家族から友達の順に、どんどん森谷さんのことを忘れていって、初めて森谷さんのことを知る人も、もう顔写真も顔が見えなくなるっていうようなお化けです。はい、お化けだ。で、お化けだ。お化けなのか生き物なのかはちょっとわかんないけど、で、ハサミの周りに来るので、ハサミ、なんだろうな。結局これは、試作品使えなかったみたいですね。私が入れたやつですか、これは。これそうですね。これ命令通り入れてみたら、これはクソみたいなゴミだったんで使えなかったと。ゴミって書いてある。なので、もしかしたら、言いたくなる、今、いろいろ聞いた情報をもとに、どうすればいいかっていうのが、なんとなく分かったりしませんかっていうので、エンディングは4つあるんですよ。はぁ。なんで、今現状2つはクリアしたわけですね。一個ハッピー、あれを操作しないっていうハッピーエンドと、これ命令に従って死んじゃったっていうバッドエンド。はい、はい、はい。がある。で、あと2種類本当はあるんです。ですね。なんで、ハサミをどうするのかとか。そう。いちごちゃんをどうするのかとか。そうだよね。そうですね。これもクソゴミかもしれないってことですよね。これに入れても。もうこれは多分使えないことが判明しましたね。ああ、だからもうこの機械は使わないんだ、次は。そういうこと？うん。使わない方がいいと思う。紙には、使えなかったんですけど、臨機応変に対応せよって言ったんで、責任ないでしょ、こっち側にはってことが書いてあります。一応だってね、騙されましたね、マリアさんにも、最後、確認しましたからね、持って帰るんですかっていう。持ってきました、そんなのって言ってたね。持ってきました、そんなのって言ってました。そうですね。ということです。が、じゃあ持って帰らないっていうエンドもあるっていうことですね。体調やる気ある、今日。まあ、体調。見ましたからね、どういうことになるかっていうのは。ハッピーエンドは、いろいろ見てた、見てた。ハッピーエンド。まあ、関わんないのが一番幸せだから、あそこで、捜査前に押しちゃうとハッピーエンドですね。じゃあ、いちごちゃんの日記だけ持って出ればよかったのかな。っていうのがいろいろあると思うので、一周だけしてみようっていうのは、さんがマリア隊長どうですか？バス、あ、はい、じゃあ、N さんがやりたいって言うんで、うちの子がやりたいって言えば、私、ママなんで、行くじゃあ、しょうがないね。N が行きたいって言うなら、分かったよ。N さん一緒に頑張ろうじゃん。行こう。頑張ろうね。だったら、あれでもいいですよ。どっちかサポートでもいいですからね。いや、なんかね、サポートが一緒に会うっていう話も聞いたことあるから、一緒に行こう。
怖い目に遭うと一緒だね。それがさっきのな、さっきのなの。もうじゃあそれは始まった。もう基本的にはないです。はい、大丈夫です。一緒に行こう。じゃあ、またリクインください。はい。いや、嬉しいな。N さんがね、楽しんでくれてますからね。そう、ウキウキしてる。苦手な人が面白くなるのは、非常に。うんうん、楽しい。いや、大丈夫ですよ。結構ね、ゲームとかサスペンスになると大丈夫だ人いっぱいいますからね。なるほどね。苦手な人にぜひ行ってほしい。脅かそうがメインじゃなさそうだったからいけるんだと思う。ホラーワールドは基本的に脅かそうがメインじゃん。確かにね。どう怖がらしてやろうじゃなくて、ちゃんとストーリーが、はい？でも追いかけてきたやつを脅かそうとしてたって。マリアさんがなんか、全然なんか乗り気じゃないか。いや、だってその追いかけてくるやつとかさ、脅かそうとしてんじゃん、だって。どうでしょう、怖いでしょ。それはまあ要素としてはね、ストーリーの要素としてあるけど、でもこれストーリーがしっかりしているから。確かに。隊長、はい、なんで追いかけてくるのかわかる？でも想像つくんじゃない？なんで追いかけてくる？ハサミがないとっていうことは食べ物が食べれないから、ね、うん、持ってかないでってこと。あ、違う、ハサミがあると、ハサミ、ハサミ、もともとどこに奉納されてるんでしたっけ？電子レンジの中は、はい、とかね。まあまあ、だから思ったことを実現してみたらいいんじゃないですか。次は生き残るためにぜひぜひ。あの、わーっていう人が、わーっていうやつがハサミを追いかけてるってことは、ハサミを元の場所に戻したいんじゃないの、電子レンジの中に。ああ、あいつ自身が。でもそしたら人食べれなくなっちゃうけど、いいの、ハサミの声で。お腹空かない？食べてる、そういう食べてはいないじゃん。食べられてはいないじゃん。食べてるわけじゃないの。入れてるだけだったら話の中に。そんなあれだったらね、マリアさんが餌になってあげてもいいんじゃないじゃん。いや、私は嫌だけどね。でもそういうの目的で追いかけてるのかなって思ったけど、あの、そうなのかな、うんうん、戻りたいなと思うよ。で、それを邪魔してる人を切って、反省しまってんの、うん、結構片付けの好きなタイプ、ね、うん、じゃない、うん、やろっか。行きましょうか、うん、動物と一緒だから、うん、はい、動物と一緒、うん、いや、まあ、マリアさんが全然ね、はい、あの、どういうの全然、僕たち的にはあの、どうにかしてほしいんで。なるほど、お願いします、隊長。あ、わかりました、うん、はい、はい、そこまで言うならやってあげましょう。あれを変わった人が大変なことにならないようにお願いします。はい、はい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ、マリアさん、切れ、体調切れてるんですか？切れてないっす。なんで切れてますよ。じゃあ、資格者あんたじゃねえのか。でも、ミスするとありそうだよ、今回は。そうだね。そう、まあ、さっきのね、あの、ね、全部、ペペ読んだりは、回収して。うん、うん、うん、もういいよ。エロ本ある、エロ本ある。まあ、エロ本いる。一番いらない。この週刊帳で、周年 V 帳の下りが一番いらない。なんで緑組のこの慰霊碑はすぐ飽きてさ、V 帳は飽きないわけ？いや、飽きちゃって。飽きちゃった、すぐ。なんだっけ、こっちね。こっちだっけ、もう、ね、この音するって言ったら、フクロウだね。フクロウとかの声だったんだね。ふーっていうのと。フクロウ？フクロウ。フクロウ？ああ、そんなんいたの？フクロウ。オールね。うん、追い詰められてる感じがありますね。カメトさん言っちゃった。怖くない、怖くないよ。ねえ、はるみかさん、すごい薄っぺらいよ。今怖かったでしょ、普通に。ねえ、怖かった。よし。サクサクいこう。じゃあもうさっと。さっといっちゃってもいいと思います、ね。確かに。これが3分で終わるって言ってたやつなんだね。あ、落ちた。そうです。あれでしょ、はい、なんか、さっきハサミと日記を持っていったんで、うん、ね、どうします、うんうん、ハサミと日記を持って、ま、あとハサミを持つ人でも、うん、見えるのってさっきの、私ハサミ持ちたいけど、持ちたいんだ。持ちたいけど、うん、ルートは一緒？ハサミでも。一緒です。一緒です。でさ、全然、待って、全然わかんないまんまさ、さっきさ、逃げたんだけどさ、あれはさ、なんか道なりに逃げて、うん、なんかそのドアを開けるところを開けて、逃げたの？そうです。そうだよね。開けて、そうです。何回も。何回もインタラクトすると開くんで、そこから出る。何回もインタラクトしなきゃいけないの、うん、よくさ、逃げ道知らないのにハサミ持つ勇気ある。開くんで、え、何、あの、一人が開ければ、はい、あ、ごめんなさい、一人が開ければ他の人は突っ込むだけなんで、あー、なるほどなるほど、ばかりと
荷物持つ係で分けたらいい。わかりました。そう、じゃあ、それで私ハサミ。そう、私懐中電灯持ってるのでのと、あとこっちの、あのみんなね、カメラを懐中電灯持ってるので、このカメラをね、で、ああ、そうかそうか。カメントさん意地悪すぎる。僕らが開ければいいんです。そう、だから、ちょっと手伝ってもらっていいですか。じゃあ、カメントさんよろしくお願いします。うちが、あの、あれ、ニキア持つから。はい。え、でも、ハサミは N さん持ちたいんですよ。じゃあ、カメントさんが銭湯。カメントさんがドア開けるから。で、もう、ドア開けて、はい。わかったの？大丈夫ね。最後どこにあるか決めとけばいいんじゃないですか。じゃあ、カメントさん。喧嘩になりそうな。じゃあ、行きましょう。別に喧嘩はここ。行きましょう、行きましょう。え、で、喧嘩になる。どこから逃げたっけ、さっき。じゃあ、こっちから逃げたっけ。これ、ハサミを持ってください。はい。行きますよ。はい。え、どこから逃げんだっけ？わかんないわかんない。みんなついていけば大丈夫。ついていけば大丈夫。のとこ？いや、なんか、ワン言ってる、ワン言ってる、ワン言ってる。はい、はい、はい。距離離れすぎると、あれなんで、赤目さんこっちですね。どっちだっけ？こっち、こっち、こっち、こっち。こっち、こっち。来て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 。ね、奥、ここちょっと近づきすぎるとあれなんで、ちょっと離れて、そこをガチャガチャしてください。で、出れます。はい。出れる？あ、出ると。あ、よかった。あ、そこに出るんだ。で、ここから降りる。神社に行きましょう。ここから降りる。神社に降りちゃってください。神社はですね、こっち正面です。来てる。なんか声が聞こえる。開けてもらえますかね、電子レンジ。開けてほしいです。開けました。入れちゃってください。はい。はい。お。はい、どうでしょう。どうですか。どうですか。大丈夫ですか。チーン。満足した。なくなりましたね。満足した。じゃあ何帰ればいいの。これです。帰れば。次これだ。じゃあ帰る。あとこれは。何言いたいなら。もらっても大丈夫です。何言ってんの。いや、何言ってんの。惑わさないで、本当もう。やだやだ。帰りましょうか。中野おじさんに、やだもう、本当に。やだ。帰りましょう。これは多分、あの人のものなんで、返してあげた方がいい。わけですね。お姉ちゃんにね。ちおちゃんは、そこは、まあ、どうなったんだ。会長に任した方がいいと思う。え、またそれ臨機応変パターンじゃん。やだよ、もう。臨機応変なんてさ、できないよ、そんな。もうさ、よくわかんないよ。うん。嬉しい。おじさん、嬉しい。いや、嬉しいな。はい、もう。はい、じゃあ皆さん、一旦ストップです。はい、はい、はい。じゃあ今回は、ハサミはないね。ないです。はい、OK。電子レンジにしまったら、追っかけて来なくなった。来なくなりました。じゃあ、それは、はるみかさん、それは。これは、おそらく、いちごさんの、木的な何か。おそらく、いちごさんの異物です。はい。はい。でも、あの、お姉さん、多分、持ってくるよ、きっと。はい。ここから先は、会長にお任せするんですが。また出た、隊長にお任せしてたよ。作戦を、あ、もちろん、あの、隊員で話し合っても結構なんですけど、この日記を、お姉さんに渡さないんであれば、そこの終了を押してください。渡してあげた方がいいよねってなったら、彼女に渡してください。おそらく、さっきまで拾ってたいろんな日記は、これのページが落ちたものです。どうしましょう。とりあえず死亡しちゃって、死んでたよって報告するか、とりあえずこれはあったよって教えてあげてから終了するか。それをお任せします。ここでどうしましょう。エンディング分岐するんだったら、また両方見たいって言うのかな？だったらもうもはやどっちでもいい。どっちでもいいし。これで終わりでもいいです。OK、じゃあ渡そう。うん、渡します。うん。渡す。はい、では、そこの担当者に渡してあげてください。担当者中に入れてくれると思います。うん。どの担当者ですか？あの、あそこの、ドアにいる。扉前。怖いね。ドアにいる方ですね。あの、自動の人が動くのすごい怖いんだよね。自動の人じゃない、うちの隊員ですよ。あれ、自動の人。自動の人。動いた。あ、うんって言ってる。うんって言ってる。お姉さんに渡しました。ああ。おしまっちゃった。ああ、びっくりした。いや。ああ、ない。ああ。自殺しちゃった。
では終了報告をしていただいて報告をしていただいて両報告を残念ながらはいはい、トゥルーエンドになります。何エンド？トゥルーエンド？はい、トゥルーエンド、うん、どういうことですか、トゥルーエンドって。まずハサミの扱いに関しては皆さんは ハサミの扱いに関しては皆さん電子レンジにしまいましたね。はい、うん、あそこにずっとあった電子レンジは昔なんか磁気異常のために回収されたナチュラル社製なんちゃらかんちゃら電子レンジだそうです。とりあえずなんか何かを閉じ込める電波が出てたんじゃないかって言われてて、多分あれに入れればとりあえずは大丈夫なので、あの電子レンジと同じ機械を使えば管理できるでしょっていう結果がここに書いてあります。ああ、うん、そうそうそう、このクソゴミを、なんで聞くかは全然わかんないけど、このクソゴミよりも昔からあの村で管理してたやり方でやれば大丈夫でしょっていうことが分かりました。皆さんのおかげでね。はい、はい、はい。ということで、で、また、トゥルーエンドっていうのは、まあ、ハッピーエンドはみんなが怖い思いしなくて幸せでしたっていうのでハッピーですね。ああ、なるほどね。ハッピーエンドは、結局調査が終了しなかったんで、悪いエンドでした。はあ、はい、はい。トゥルーエンドっていうのは、うんうん、まあ、全部明らかになったんで、本当、トゥルーの意味ですね。トゥルーエンドです。で、結果的に、皆さんはどうしたかっていうと、残された日記帳から、天ヶ崎一護本人であることを確認しました。当初の予定通り、天ヶ崎直お姉ちゃんにですね、死亡確認の報告と、発見した日記帳を渡しました。その結果、うんうん、日記帳に付属していたハサミを用いて自殺。うん、原因は日記帳の内容と思われる。確かにあんなこと聞かれたらね。自分を責めますよね。まあ、すごいどうにか柔らかくこう、お姉ちゃんごめんなさい、いろいろね、受験失敗した、今まで多分いろいろこうお姉ちゃんに、が決めてくれたお姉ちゃんなんですよね。うん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 、いろんな道筋を。うん、ただよく考えると妹の DM の内容を知っていたり、あの日記の方にも私には私の考えがあるのにって書いてあるので、もしかしたらめちゃくちゃお姉ちゃんに対して切れてる可能性があるんですね。だから落ちてる内容はまあ柔らかめの内容でしたけど、もっとひどいことが、恨み節がもしかしたら書いてあったかもしれません。なるほど。それを見てお姉ちゃんは、自分のしてきたことが間違えたんじゃないんですかというのに気づいて死んだのではないかなという感じのエンディングです。はあ。以上です。これがトゥルーエンドです。なるほど。ありがとうございます。まあ、もう一周する よ、ね、なんか余裕はないと思うので、軽く説明すると、はい、ハサミをあの村に置いてきた時点でグッドエンドになります。電子レンジにしまわなくても。それは、あの村に誰かが、誰も入らないようにしちゃえば、もう被害はないだろうっていうことがわかるから。なんで、電子レンジにはしまってもしまわなくても、とりあえずこっちにハサミを持ってこなければ、いいエンドになります。あ、その村の中でいればいるか、いればいいからね。はい、はい、はい。で、お姉ちゃんに渡さないと、普通に死んじゃったよって伝えただけで、あ、そうですかって泣いて終わりです。グッドエンドです。死にはしないです。妹がめちゃくちゃ嫌われてたってことに気づいたら死んじゃうって感じですね。なるほど。それがグッドエンドですね。という感じの。殺してしまった私が。いや、失敗じゃないですよ。全然、ことです。そうか。いや、めちゃくちゃ作り込まれてるワールドだね。という。すごいわ。ありがとうございます。ありがとうございました。先生、やっぱすごいですね。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。面白かった。こんな解説。最初、打ち切れてたみたいですけど。いい。よかった。いやいや、喧嘩になりそうになりますね。すいませんね。そうですね。こんな贅沢なね、ホラーは巡りなんでね。なかなかできない。ありがとうございます。
いやすごい、そんないろいろ作ってるんだ、まあまあまあ、ねえ、はあ、こうしたらいいかなって思って行動したら大体それがエンディングになるって感じのやつですね、これは。ああ、予想してこうしたらめんどくさいんで物を集め、うん、そうそう、うんうん、よくないいけるんじゃないかみたいな、すごいっすね、試せるようにです。はい、ありがとうございます。本当にちょっとびっくりしちゃった。すごいわ。そんな、そんなの作るの大変ですね。いいのな。無理しなくて、無理しないでいいですよ。マリアさん、切れてます？切れてる。嘘ついてないっすよね。大音量なさすぎないですね。目の前に嘘ついてはないっすよね。いいでしょ？いや、すごい。ちなみに俺の昔のね、同僚の声です。後輩の女の子に録音して撮ったところ、配分書なんで、あの大丈夫です、人なんで、あのお化けがから出てる声ね、はい、声出てたんだ、昔の同僚の声です。そうなんだ、出てた、何も聞こえなかった。いや、もう自分の叫び声で多分聞こえてなかったと思いますね。どうしてとか聞いてない、どうしてとか言ってたの、なんで逃げるのとか言って言ってましたよ。あの神社から出る降りるときに、最初探索の時にね。そうだったの。いい、大丈夫です。大丈夫です。いや、なんか誰かが聞こえたねっていうのがいいじゃないですか。確かに、なんか言ったって言ってた。そうだ、なんか言ったって言ってた。それがね、二人ともスルーしていくから、はるちゃんが、どうぞ、なんか言ってましたよねっていうフォローを入れたっていう。結構怖いんだけどなって思いながら、そう。いや、もう十分怖いから。もうこれだけでも十分怖いから。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。OK です。はい。どうもありがとうございました。しますか？はい。ということで、今日は、超常現象研究機構ファイル2、エンタチバサミを楽しみました。あのエンディングをね複数見てね、満足ですか？ N さんなんかうんうん言ってますね。はい、満足です。なんかめっちゃ声明るいじゃないですか。どうでした今日？楽しかったです。楽しかったです。はい、あ、すごい楽しそうにしてましたね。もうなんか全然ね、体調私だって言ってるのには全部決めるからね、はい、すごいノリノリなのが伝わってきました。うん、はい。今日も N さんがいたんで、私はね、あんまり怖くなかった。一応パニックだったからな。あ、そうですね。うん、本当？はるみかさんどうでした か？いや、めっちゃ面白かったですね。どの辺が面白かったですか？なんだろう、まあ、怖がってる姿とかも面白かったんですけど、はい、やっぱ、他のホラーワールドと比べてストーリーがね、しっかりあるんで、すごいやりやすいのかなと思って、また改めて感じましたね。何回かやったんですよね。もう結構いろんな人をここに。ああ、そうですか。今日招いて、中田先生の解説付きでしたけど、新しく知った情報とかありましたか？あ、でも結構あるかな。なんかそもそも慰霊碑が置いてあったのとか知らなかったので。ああ、なるほどね。あ、そう。はあ、はあ、はあ。じゃあ何回遊んでも新しい。手のひら公開であれがわかりますね。うん、確かに確かに。いえいえ、全然。いや、確かに手のひら見てないと。ずっと前からあるんです、あれ。あ、そうなんだ。うん、じゃあ、その、ストーリーを知ってて立ててるんですよね。手のひらの公開関係なく。あれはもう予想ですね。予想、つかさのはじめが、いい、なんていうの、いい組長じゃないですか。はい。だから昔の悪い行いを見てたら、多分まず、反省して、なんか慰霊碑立てんだろうなっていう気持ちで立ってましたね。すごい。なるほどね。すごい。さんすごい人。あれはもうファン活動です。なるほど。ありがとうございます。カメトさんはどうでしたか今日？いや、楽しかったですね。何が楽しかったですか？最初どうやろうね。はい、N さんが先々言ってくるから、言ってくれるから、マリアさんもそのまま言ってくれるから、驚くのが見えるっていうのが。あ、後ろから見てね。怖がる様を見れるから、いい趣味してますね、皆さん。そうですか。もう中田さんがいらっしゃってくれたので、知らなかったことが知れたので、やっぱ新しい発見がありましたか。非常に良かったです。そうですか、わかりました。はい。じゃあ最後、中田先生、ちょっと私、いつも通り失礼な振る舞いが多かったですけど、今日はいかがでしたか？怒ってらっしゃいませんか？いや、怒ってるのはマリアさんですよね。声のワントーン低いですよ。疲れてるだけです。そうですか。叫び疲れただけです。そうですね。はい。
なんか本当に、ちょっと N さんもそうですけど、怖い人にぜひ、本当ちょっと怖いのは無理だっていう人にぜひやってほしいホラーはと思って作ってたんで、うん、すごいなんか楽しくしてもらって嬉しかったです。ありがとうございます。ちょっと、うんうん、マリアさんはね、ちょっとパニックになっちゃって、ちょっと僕の力が足りないなと思ったんですが、まあ、いつかマリアさんも、ホラーワールド面白いねって言ってもらえるようなホラーワールドを作れるように、次は頑張ろうかなという気持ちです。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。うん、私がね、余裕をね、失ってしまったばかりにね、ちょっとね、皆さんにね、暴言を吐くっていうね、いつも通りですけどね、失態を犯しまして、本当すいません。今日は私が皆さんにお願いしてきていただいたのにね、申し訳ないなって思うんですけど、でも総合的にとても楽しい時間が過ごせましたので、よかったです。はい、よかったなって思ってます。本当ですよ、心の底から、そう思ってますんで。はい、またよかったら遊んでください。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで見てる皆さんも今回もありがとうございました。またありがとうございました。